皆さんこんにちは。演歌歌手として大活躍している大江裕さん。大江裕さんはバラエティ番組でも人気ですが、北島三郎さんの弟子となって歌手デビューしています。そんな大江裕さんは右目の傷についての理由やさまざまな噂話が取り沙汰されています。そこでちょっと気になったので、それらの真相を調べてみました。大江裕さんは2009年に歌手としてデビューし、現在も大活躍しています。過去にパニック障害で歌手活動を休止したこともあったものの、今は活動を再開しています。そんな大江裕さんなのですが、右目の傷や特徴的な眉毛の理由などが話題になっているそうです。そこでネット上の反応を調べてみると、大江裕さんは右目に傷があって眉毛に違和感があるという意見が散見されました。さらにお姉ではないかとも噂されています。大江裕さんは歌手として大活躍していて、メディアに取り上げられることも多くなりました。大江裕さんは素人時代から知名度が高かったことでも有名です。明石家さんまさんが MC を務める TBS の番組「さんまのスーパーからくりテレビ」に素人の大江裕さんが出演し、そのキャラクター性から大変可愛がられました。そんな大江裕さんは右目がおかしいと言われることが多いのだそうです。ちなみに大江裕さんの画像を見ると、右目は左目と比べた時に違和感があると言われていて、その顔画像がかなり注目されています。確かに大江裕さんの画像を見ると、右目は左目に比べるとどこかぎこちない感じがして違和感を感じます。さらに右目に合わせるように描かれたとされる眉毛もおかしいと言われているそうです。それなので大江裕さんの右目と眉毛は大注目されているのですが、このように右目や眉毛がおかしいと言われる理由として、かつて事故に遭ったことで右目を何回か縫合手術をしていて、そのために少しおかしく見えるのではないかと噂されています。一方大江裕さんは右目に傷があるとも言われていたのですが、確かに画像を見ると眉毛の上あたりに傷があるように見えます。その影響で右目と眉毛に少し違和感があるのかもしれません。ただそのように言われているものの、大江裕さんが事故に遭ったというのはあくまで噂なのだそうです。大江裕さんに右目に傷がある理由については今もはっきりとは分かりません。10代の頃からテレビにも出演している大江裕さんなので、子供の頃に事故に遭うなどして右目を手術した可能性もありえそうです。今も大江裕さんの画像などを見ると違和感がある人も多いそうなのですが、いつか詳しいことが明かされることがあるかもしれません。大江裕さんはまだ若いながらも物腰が柔らかくて、かなり丁寧な口調です。ですのでそうしたキャラクターが素人時代からバラエティ番組で人気となっていたのですが、現在もそれが変わらないことから、お姉なのではないかという疑惑が出ているのだそうです。大江裕さんはお姉の過去があるとも言われているのですが、それが本当ならかなり驚きです。またそのようにお姉疑惑がある大江裕さんは、本物のお姉である春菜愛さんとイベントで共演した時には、春菜愛さんから完全お姉と言われたこともあったそうです。ちなみに大江裕さんがお姉と言われた理由は、その話し方や仕草のせいと言えるのですが、お姉の春菜愛さんから見ても大江裕さんの話し方や爪の見せ方がお姉と同じということで、お姉断定されたとのことです。やはり大江裕さんはお姉の可能性は高そうです。しかしそのように言われた大江裕さんは、やめて僕は男ですとお姉疑惑を否定していました。ただそんな大江裕さんについて春菜愛さんは、まだははっきりしないんだと思うと言い、まだお姉かどうか迷っている段階とも言っているそうです。春菜愛さんはこれから徐々にお姉になってくれればとも言っているのですが、今後大江裕さんが本当のお姉になるかどうか注目していきたいところです。大江裕さんの現在の活動についてなのですが、変わらずに演歌歌手として活動しています。特に2018年には兄弟子の北山たけしさんと北島兄弟というユニットを組んで活動しているのだといいます。また大江裕さんはこのように現在もイベントやコンサートも定期的に多くこなしています。演歌歌手として大活躍していることがわかるのですが、今後もさらに大活躍することが予想されます。なぜならまだ若い演歌歌手であり、伸びしろがあると思われているからです。大江裕さんはかなり独特なキャラクターなのですが、天然とも言われているものの、実は何らかの障害があるのではないかとも言われているそうです。大江裕さんは知的障害を持っているとも言われているのですが、これについてはあくまで噂に過ぎません。ちなみに、大江裕さんは過去に漢字検定5級に不合格となって、勉強も苦手と言われているそうなのですが、その代わり、高校にも進学していて、苦手な漢字は漢字ドリルで勉強するなどしているので、知的障害があるわけではなさそうです。少し言動がおぼつかないものの、知的障害があるわけじゃなくて普通に勉強が苦手なだけなのかもしれません。また、大江裕さんはかつてパニック障害を患ったことで歌手活動を休止していたのだそうです。ちなみに、パニック障害とは、予期しないパニック発作が繰り返し起こっており、1ヶ月以上にわたりパニック発作について心配したり、行動を変えたりしているという特徴を持つ不安障害に分類される精神障害である。というものなのですが、大江裕さんは2010年に過呼吸となってしまい、それで病気療養することとなったのだそうです。大江裕さんは2012年に復帰した時にパニック障害と明かされたのですが、精神的にかなり大変な状態だったようです。ただ、大江裕さんは今は病気も回復して元気に活動しているようです。大江裕さんは身長 175cm で体重は 100kg なのだそうです。かなり大柄なのですが、体重は 120kg と言われたこともあるそうです。大江裕さんはかつて 90kg だった体重が、歌手としてデビューした後にストレスなどで 30kg も太ってしまいました。一時期は痩せて 90kg まで戻したそうなのですが、リバウンドをしてしまったこともあったそうなので、大江裕さんの現在体重は 100kg と言っているものも、もしかすると体重をサバ読みしている可能性もあるのかもしれません。そんな大江裕さんですが、最近痩せたという噂があるみたいです。そこで大江裕さんが 40kg も痩せた理由について調べてみたところ、コロナ禍で自炊をしたら痩せたというのが真相のようです。病気の影響ではなくて安心しました。さて、大江裕さんは大阪府岸和田市の出身で、高校は岸和田にある高校に通っていたと言われているそうです。ただ、大江裕さんが高校時代から「さんまのスーパーからくり」テレビに出演していて、そのキャラクターが人気になり、高校は中退しているそうです。大江裕さんは高校3年生で留年しているとも言われているのですが、高校時代については詳しいことは分かっていません。また、大江裕さんは高校在学中に「さんまのスーパーからくり」テレビで人気となったことから、大江裕さんのデモテープが北島三郎さんの北島事務所に渡って2009年に歌手デビューしました。2010年にはパニック障害のために歌手活動を休養し、2012年に活動を再開しているのですが、現在も歌手として活躍しています。病気を乗り越えるにあたって、パートナーの存在が大きかったというエピソードはよく耳にしますが、大江裕さんにはパートナー的存在はいるのでしょうか。大江裕さんは現在結婚して妻がいるという噂は本当なのでしょうか。大江裕さんのプライベートって意外に公表されていません。大江裕さんは結婚して奥さんはいるのかなと思って調べてみたのですが、そういった情報は出ておらず、現在独身の可能性が高いとのことでした。ただ、大江裕さんの年齢は現在33歳、結婚していてもおかしくない年齢と言えます。実はパートナーはいるけど公表されていない可能性もあります。さて、次は気になる大江裕さんの年収について見ていきましょう。調べてみたところ、大江裕さんの年収は公開されていませんでした。やはりそんなに簡単にはわからないと思われます。というわけで、いろいろ調べた結果から大江裕さんの年収を予想していきたいと思います。結果から先にお伝えすると、大江裕さんの年収は1000万から1億円くらいと予想しました。幅はとても広いですが、キャリアや活躍の幅を考えて予測してみました。演歌歌手の世界は本当に年収がピンキリで、平均にすると300から600万円だそうです。理想の年収としては1000万円くらいなのだと言われています。売れない演歌歌手は副業をしないと食べていけないほどの給料というのも有名な話です。しかし大江豊さんの師匠である北島三郎さんクラスになると年収は2億円以上と言われています。氷川きよしさんも1億以上と言われています。大江豊さんは CD を出せば必ずと言って良いほどオリコンチャートの100位以内にランクインし、ランキングサイトによると大江豊さんは演歌歌手ランキングの23位に位置している人気歌手です。絶対に平均よりはるかに高い額を稼いでいるはずです。いかがだったでしょうか。今回は大江豊さんのことについて深掘りしてきました。憎めないキャラクターで親しみやすい演歌歌手として人気を集めています。演歌歌手はヒット曲を1曲でもあれば安泰と言われる世界です。今のところ大江豊さんの曲はランクインをしていますが、大ヒットにまではつながっていません。歌がうまいのはもちろんのこと、キャラクター性も十分です。あとはそれに見合った楽曲といったところでしょうか。今後の大江豊さんの活躍をさらに期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。